はい。アンスターフェアの開封、これで最後、テーマスカウト缶バッジ、ちゃんとバラチャリしたのにこの量よ。いや、逆に箱で買ったら大変なことになってたから、これでよかったんよ、これで。よしよし、開けていくわよ。2020年、オータム、オータム、オータム、サマー、スプリング。確かね、これがね、イサラマオが可愛すぎて、開花前のイサラマオが欲しくて、そのためだけに買った記憶。誰かな？よいしょ、可愛い。三枝いばら、めちゃめちゃ顔が可愛い。なのにバキバキに踊るから超かっこいいんだよな。よし、二人目、よいしょ。え、彼氏みたいな顔してる、こうがくんだ。彼氏みたいな顔してる。次、こっち誰だっけ？確かね、なんだっけ？4つ買ったのは推しがいい。うわ、かっこよ、ヒメルだ。あ、ちょっと、この辺かな？画角的に。そうだね。ヒメルかっこいいなぁ。とにかくかっこいい顔してる。ユズルだ、かわいい。ニコニコで嬉しそうなユズルだ。あー、ごめん、傷ついてないです。この程度で傷つきはしないです。よかったよかった。で、次は、オータム。もうなんか、誰狙いで引いたのか何にも覚えてないから何にも言えない。うわ、かわいい、ゆうたくんだ。 ゆうたくん狙いか。ゆうたくん狙いで引いたんか、私。そうかもしれない。そんな気がしてきた。ゆうたくんか。うわ、かわいい、響き渡れた。ゆうたくんと響き欲しかったんだ。 当てたって。やったやった、目標達成したって。響きと友也、結構近い時期に来てたんだな。そっか、エッチが嫉妬するのも分かんなくはない。うわ、かわいい。この友日和めちゃめちゃかわいい。めっちゃ好き、超好き。めっちゃかわいい、バチボコにかわいい。よいしょ。うわー、2人して来てくれた、嬉しい。あの友日和星4だったかな。あ、アドニスの星5の方だ。うわ、かわいい。このエッチ持ってます。スパイ衣装のエッチだよね。あ、飛び出た画面から。こうだな。かたくなに響の近くに置いてやらない。隣には置いてやらない。うわ、このスバルも持っています。めっちゃかっこいい、荒野のスバルくん。よいしょ。何を引きたかったか分かんないから。あ、すごい、星5星4で揃った。やったー、渚さんめっちゃかっこいい。多分友井日和が欲しかったんじゃないかなとは思うんだよね、この感じだと。かっこよ。こう、あれ、どうだっけ？こうか。こうか。かっこよ。この夏目くんの顔めちゃめちゃ好きなんだよね。よし、あと一人誰かな？よいしょ。かっこよ。かっこよ。よし、ちゃんと並べようか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。というわけで、こんな感じで終わりましたと。ありがとう。これで開封は全部終わりかな。まあ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 、推し3人出たし、まあ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 。あと、追加があるかどうかは神のみぞ知るって感じですかね。 この響きの顔めちゃめちゃ好き。超かわいい。よし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 。では、また。じゃあねー。